こんにちは、あやのです。YouTube を見てくださってありがとうございます。皆様ご機嫌いかがでしょうか？ちょっと音量を、確認しました。上がってましたね。はい。引き続き、ボブちゃんが、ゲストです。ボブちゃん、もうちょっとお付き合いください。くったり くったりですね。はい。もともと真っ白だったんですけど、今ちょっと薄グレーになってますけどね。はい。まず最初にお知らせさせてください。4月の13日ですね。一線隔ヒーリングを行います。下ろしていたエネルギーは弥勒菩薩でございます。チャネリングに向けての弥勒菩薩からのメッセージはウェブサイトに、掲載しています。そちらはお申し込みのリンクになってますので、概要欄に貼っておきます。ぜひお読みください。あとは、動画もですね、出してます。YouTube。はい。弥勒のエネルギーを感じてくださいということで、ちょっとしたヒーリング動画もね、アップロードしてますので、ぜひ、ご興味のある方はそちらもお読みください。さてさて、はい、そんなこんなでですね、明日ですね、新月。12、確か、はい、明日ですよね、新月なんですけど、スメラキペンをね、お持ちの方は、ぜひスメラキペンで、ウィッシュリスト書いてください。よくね、新月にお願いをするみたいな、そういったなんかことありますけれども、願いがね、届くっていうよりも、放った思いがさ、こう、増長するっていうんですか、そういったタイミングなんですよね。で、新月はやっぱり、こう、ノイズが少ない状態ですので、自分のね、すごく内なる思いとつながりやすいようなタイミングです。ぜひ、スメラキペンで書いてくださいって見せたいんだけど、今手元にないや、ごめんなさい。はい。そういった時にこそ、活用していただきたいと思います。そしてですね、今ね、作家さんにね、頼んでるんですけど、まだね、仕上がってないんですが、なんと、第3弾はですね、スメラキペンのその第1版、第2版の、また違う色、のバージョンですね。マニカラン水晶と混合菩提樹が入ってるやつと、あとは、新作はですね、テラヘルツでお作りしてみたいと思ってます。なので、今テラヘルツの方をね、作家さんにお送りするところなんですけど、いや、例えばお仕事とかでね、例えばスーツのポッケとかにさ、こうね、入れたりとか、まあ内側でもいいですよ。なんていうの？内ポケットとか。テラヘルツをさ、ずっとこう身につけてるのと変わらないんですね。このネックレスの状態というか。すごくいいと思います。何センチって言ったかな？体から何センチぐらい離れてても、効果がありますっていうね、ごめんなさいね。数字忘れちゃったんですけど、それをね、その石屋さんから、レクチャーしてもらったんですけど、いや、だからポッケにこうやって挟んでたらずっと自分に触れてでしょ？ね、すごくいいと思うんですよね。で、やっぱりすごく個性的になりそうですね。マニカラン水晶はクリアですから透明な感じだったけど、割とこうなんか宇宙的ななんかギラッとした感じで、仕上がってくるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ、そういったお仕事の場とかね、はい。でも、こう、刺して日常でご活用していただけたらいいなと思います。で、一個、お問い合わせいただいてるので、替えの芯ですね。一番最初に替え芯1本つけてるんですけど、もうないんですっていう方、インターネットで売ってます。ボールペン替え芯っていうので、はい、出してます。まあ、もしくは、もしあれだったら、あれですよ。私、在庫入れてもいいですよ。例えば何かで、ポイントがさ、ほら、みんなじゃんじゃん。ポイントあれ、私、つけすぎかなと思うんだけど。まあ、始めちゃったからいいですね。はい。ポイントすごい、皆さん溜まってるみたいで。はい。なので、そのポイント消化にね、そういったボールペンの回信とかをさ、当てていただけたらいいかなと思ってるんで。そうですね。今思いつきました。じゃあ、私も在庫入れます。はーい。ちょっとお待ちください。はい。そんなこんなでですね、ちょっと今日、ハイヤーセルフについてお話ししたいんですけれども、いきなりハイヤーセルフって、何ですかっていう方いらっしゃいますかね。どんなふうに説明するのが一番シンプルかなっていつも私も思うんですけど、まあ、大いなる事故だったりとか、まあ、工事の状態の事故、もしくは自分の神聖なエネルギーっていうかね、そんなふうに私は説明したりするんですけど、ハイヤーセルフって、まあ、自分自身なんですよね。で、普段さ、こう話したりとか暮らしたりしてる時の自分のこう意識が合ってる部分と、
もっともっと全然違うね、拡大したさ、自分だから拡大してるからすごく俯瞰して見える視野であったりとか、いろんなものを受け入れたりできる視野であったりとか、まあ、そんなね存在だったりするんですよ。意識にもね、いろんな種類ありますよね。分かりやすく言うと顕在意識があってさ、夢とかの状態の潜在意識があってさとかさ、ありますよね。でそれよりもっともっと深い、もしくはもっともっと、波動の高いキメの、細かいような意識ですね。なかなか普段それで暮らすっていうのは、この物質社会では難しいかもしれないですけれども、それを全部全部、含んでいるのが、まあ大いなる自分、自己、ハイヤーセルフなんですけど、私のね、チャネリングの個人セッションっていうのは、その方のハイヤーセルフの意識につながるんですね。で、私がその方のハイヤーのエネルギーを、ライトランゲージから、まあ、言葉に変えて、クライアントの方は自分と対話をするような感じなんですよ。ね、私を通してますけど、だからちょっと不思議な感じなんだけど、3次元独特のね、面白さだと思うんですが、そんな風にハイヤーセルフとこう対話をするとさ、自分だから思っても見なかったとか、予想もしなかった意外なって言いながらも、どっかで、自分自身だからこそなんかこう分かってる感覚だったりとか、もう通通でね、ダイレクトにつながって、そうなんだよねって言って、分かる分かるっていう感じで自分のハイヤーとね、こうタッグを組んでさ、そうだよっていう人もいますけど、なんかさ、そこでなんで折り合いがつかない方も時々いるんです。で、そうは言ってるけどさ、みたいなさ、なんでかっていうと、ハイヤーの状態の自分と、日常だ、こうやって対話をしているようなね、セッションとかの自分のその思考っていうのがやっぱ違いすぎるんですよね。だからこの3次元の暮らしの思考っていうのは、まあ、分離感を伴ってますから、まあ、なかなかちょっと難しいかもしれないですけど、自分と他者を区別して認識してるとかね、例えばさ、物とさ、このパソコンと椅子の境目をしっかり認識するとか、そういったこともこの顕在意識の思考が、働いてるからこそなんですけど、まあ、脳科学とかね、そういった心理学とか、ご興味のある方はそういった方面からもね、アプローチすることできると思いますけれども、やっぱり自他との区別っていうことですかね、そういったものをしているわけだから、やっぱりこう固定されていくんですよね、自分の考え方とか、見方とか感じ方すらも制限していく。でどこまでもさ、こう散らばっていっちゃうとさ、日常でね、生活できないです。で自他との区別がつかないってことは、歩きながら全部つながってるような感覚で、あっちにぶつかり、こっちにぶつかり、あれおかしいな、境界線がないのにあるんだなみたいななんかそんなね、ことなんですよ。はい、昔話したんですけど、どっかの動画でジルボルト・テイラーっていう脳科学者が、彼女が左脳を損傷しちゃったのか、何か脳血栓じゃなくて、なんかそういうので、で右脳だけが動いてる世界、いわゆる、まあ、右脳って左脳がさ、こう割と分離の概念とか、例えば言葉とかさ、そういうものを司ってて、まあ、右脳はさ、イマジネーションって言われてますから、想像力とかさ、感性とかね。だからこっちだけの世界で生きた時の彼女の、その、なんていうの、感覚っていうのを、まあ、脳科学者なりにすごくね、わかりやすく綴ってくださってる本があるんですよね。で、それなんかを読むと、そういうことか、その脳の仕組みって、そういうことなの、意識の仕組みって、そういうふうな世界でできてんだ、みたいなふうに思うと思うんですけど、だちょっと話それましたけど、そんなふうに、まあ、日常の自分の、考え方とか振る舞い方とかね、まあ、価値観っていうのが、ある程度ガチッとね、固定されてきちゃうと、そうじゃない側面の考え方、見方、感性っていったものが、来た時にやっぱ激しく抵抗したりするんですよね。そうは言ったって私はこれでやってきたんだとかさ、そんな風なことができてもいい、それはそれでいいかもしれないけどさ、みたいな、現実問題はこれでやってきたんだよ私は、みたいな、でこれってこうあるべきでしょみたいなところで、やっぱりね、ちょっと葛藤したりすることもあると思うんですよね。で
いろんなケースありますね、個人セッションでも。そう言いながらやっぱ、言葉だけじゃなくて、チャネリングのセッションとは言いながらもエネルギーのその影響を受けますから、ハイヤーのバイブレーションをね、まあ、音っていう形でライトランゲージでね、バーッと浴びると、そういったガッチガチの思考がブワーッとね、こう解放されていって、最後はなんだかわからないけど泣きましたとか、そういう方もいらっしゃいますし、もう自分の思考とか、なんか考えは追いつかないけど、でも深いところですごく安心しましたとかね、納得しましたとか、今は、まだ、なんていうのかな、整理しきれてないけれど、ハイヤーが言ってることがすごく響きますとかね、あとはもう、本当にこの瞬間つながって、あ、自分にこういう側面というかさ、自分にもこういったところがあるんだということで、すごく自信を取り戻しましたとかね、いろんなご感想いただきますけど、たまたまね、この前何回目だ、3回目の個人セッションっていうのでハイアセルフにつなげた時にですね、その方が言ったのは、1回目2回目の時とハイヤーが自分に伝えてくる内容が違ったって、そういうふうに言ってたんですよね。で、前の私にはこんなふうなことを話してくれたり、いわゆる情報を開示してくれたりとか、こんなふうな、言葉を選んで自分には伝えてこなかったんじゃなっていうようなことを言ったんですよ。で、それってすなわち、いやいや、そのままハイヤーもあなたですからということで、自分の受け入れている、受け止められる、もしくは自分の視野がね、その後1回2回を経て3回目までに自己探求とかさ、いろんな日常を通してね、自分が成長したりとか、あ、こんな見方もあるんだなっていう風なさ、いろんな視点を持つ、それがさ、学びとしてさ、経験が積まれたから、ハイヤーと対話した時にそれもそのまま反映されて、いわゆるそのままハイヤーがの状態により自分の意識が近づいてるってことの表れなんじゃないかなって私思ったんですよね。別に何もハイヤーが先制的な感じで、今のあなたにはこれだけ言ってあげるわとかさ、今のあなたにはタイミングじゃないから、このことは言わないわみたいな、向こうがコントロールしてるとかね、そういうことじゃないんですよ。で、まあもしかしたらね、若干ハイヤーは全部知ってんのにね、なんであの時私に教えてくれなかったんだろうみたいな風に思うのは、多分あなたは知ってて、私は知り得ないっていうところの分離感、いわゆるエゴだと思うんですけど、まあそういうのをね、ちょいちょいくすぐるのもハイヤーだったりするんですね。なんでならばそういうところがありますよって、穏やかにね、こうジャブを入れてさ、教えてくれているっていう、そんな感覚でもあると思いますね。うん。あとは、まあ、例えばさ、何回かね、個人セッションで自分のハイヤーとの対話を深めている方、他の方とかも、見ると、例えばさ、宇宙的な由来とか、自分のさ、宇宙的な経緯っていうんですか、ここに地球に降りるまでに自分のソースはどこでしたかとかさ、例えばスターシードっていうようなテーマだったら、どこにいたことがありますとかさ、どんな惑星の意識でしたとか、そういう話も、正直ね、一回でね、すべてのエピソードを知るってことはできないんですよ。で、100回やったからって、自分のすべてのエピソードを知るってこともできないんですよ。なんでかっていうと、計り知れない膨大な情報を私たちは魂に詰め込んでいるし、宇宙の空間からプッとさ、こう、分離してさ、生まれてさ、それ、ほやほやで地球に来てるってことはほとんどないですから、いろんなところを経て、いろんな状態になり、いろんな転生を繰り返して いるわけだから、その全てをね、まあ、知るってことはこの今の状態では不可能だと私は思っています。まあ、だからね、この生を終わって肉体を脱いだら、いろんなことの種明かしっていうかさ、あ、そこうなってた、そうだよそうだよみたいな宇宙に帰ってね、それをまた楽しんでもらえればいいと思うんですけど、はい。で、例えばさ、そうだな、あとはもう一つ感じるのは、そのハイヤーは知っていてね、なんで私は気づけないんだろうとかさ、そういうところで、なんかこう、ハイヤーってずるいなとかさ、なんでハイヤーのことが全部見れないんだろうっていう、思ったりするかもしれないけど、私なんかは結構そういうところさ、すっとんきょんっていうかすっ飛ばしちゃったりしてるから、自分はいまいち理解してないふりだけど、
自分の本質はハイヤーだからね、ハイヤーの状態ってことは知ってんだよねみたいな、うん、それでいいんじゃないかって、それで終わりになっちゃうんですね、私の場合。あんま深追いしないっていうか、うん、それをさ、なんか自分の意識、今のね、3次元に生きてるこの私の自我の意識でね、持ってなくても、それってすごく限定されたさ、ほんのわずかな思考というか意識の一部だから、そこに全部ギュって集約させるの難しいし、そのことを言いながらも、私はハイヤーの一部の現れだぐらいにしか思ってないんで、ハイヤーがどうとか、今の3次元の綾乃がどうとかってあんまり気にならない。うん、で、そういったところがやっぱり気になるっていうのは、まだまだ分離感がこう強いというか、うん、逆にその分離してることに意味があるんだよってことを知るタイミングなのかなと思いますね。ツイッターで写真あげましたけど、私もうすぐ誕生日なんですよね。誕生日に向けてね、自分にねプレゼントをしまくるっていう、この1週間に入るんですけど、まずはボディケアということで、なんかローズヒップがはの配合されたね、なんかスベスベになるね、スクラブを買ったんですけど、そういうののさ、ああいい気持ちとか、ああいい匂いとかさ、そういう触れてなんとかっていうのって、この肉体を持ってる綾乃じゃないと経験できないと。ハイヤーセルフはどんなに頑張っても、そのボディスクラブで体をこうやってスベスベにした喜びっていうのは味わえないんですよ。ということは、ハイヤーにはできないけど、私にはできるよねってことも実はあったりするんですよね。で、まあ、どこまで今の自分の状態を楽しめるか、逆に今の自分の状態だからこそできることをどこまでやるかっていうね、そこら辺に興味とか情熱とかを向けられたらいいんじゃないかと思うんですね。ハイヤーの状態になったらできないから、今のうちにやりたいことを、まあ、だから3次元を遊び尽くすっていうことだと思うんですけどね。で、ハイヤーの視点から見たら、私たちのこの人生の、苦楽ですか、うん、こんな人生とかさ、あんな幸せなこととかさ、それね、全部一緒です。経験という見方、うん、出来事とかさ、でしたら、いいも悪いも区別がないですから、全部ひとまとめで、かけがえのない経験をしている、それ、すなわち祝福っていうことなんですよね。どうでしょうかね。まあ今、なんかちょっとこうハイヤーセルフっていうキーワードが来てたんで、今日はちょっといろんなね、うん、個人セッションのことであるとか、まあ、自分が分離してるからこそ、今の自我、肉体を持ってる自分で存在しているとからこそ感じられる良さとかね、いろんなそういったエピソードをお話ししましたけど、まあ、皆さんにとってハイヤーセルフってどんな感じですかね。うん、やっぱりさ、自分ってまだまだ未知数のね、うん、ポテンシャル、可能性をさ秘めているし、自分って私ってこういう人ですからっていうふうにさ、自己紹介したりとかさ、ね、思っていたりしても、やっぱりいつも驚かされるのって自分じゃないですか。私ってこんな風に思ってたの？とかさ、うん、あ、自分って意外だけどこんな一面あったんだとか、いつもね、私なんかは自分で自分に驚かされることが多いんですよね。だから、やっぱりそれをね、限定的に決めてしまうのは意識、思考なんですよね。例えば、うん、綾乃はちょっと扉を閉められない人ですから、みたいな。いつも引き出しがちょっとだけ開いちゃいますから、だらしがない女なんです、みたいな風に思考は限定的に決めるけど、だけど、ちゃんと閉める時もあるし、うん、物を丁寧に扱うことだってできるし、でもそうじゃない時もあるし、いろんな自分がいるわけなんですけど、こうですとかさ、枠組みをね、持ったりとか、何かこう決定させたりね、うん、そういった物事を白黒はっきりつけていくっていうのが、まあ、思考の役割だったりしますから、まあ、それをね、うん、あえてそういったものがシステムとして私たち備わってるんだったらば、そこをね、どん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 、うん、いろんな自分を発見して、で、常にね、それを未知数のね、自分は捉えられないぐらい、すごく素晴らしい神聖なるエネルギーから作られている自分の要素を、一つ一つをこの3次元上で見つけたり、で、またそれを表現したりとかしていったらいいんじゃないかなって思います。ハイヤーセルフについてはね、やっぱりこの3次元を私たちは、
生きていく中でそういった視点とかそういった感覚とか自分をそういうふうに認識できるっていうのはすごくねこれから大事になってくると思うんですよ。それなしでは逆にもう生きづらい世界になってくると思うんですよね。だからまたね折を見て皆さんにもお話ししていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じですかね。最後まで聞いてくださってありがとうございます。じゃあボボちゃんからもまたね。はい、じゃあありがとうございました。あ、遠隔ヒーリングのエントリーお待ちしております。